皆さんこんにちは、ミミィのマイレシピです。今日のミミィのマイレシピはクリームチーズとドライフルーツのシフォンケーキを作ります。今回クリームチーズ角切りです。1センチ角です。これすごい切りにくいんですけど、冷凍庫で凍らせると案外綺麗に切れます。そしてこちらのドライフルーツ、このドライクランベリーオイルがついてますので、こちらお湯で湯通ししておきます。このゴールデンレーズンオイル不使用なのですが、いろいろ周りにね汚れがついていると思うので、これも湯通し。こちらですね、ダイソーさんです。こういうのあった時にね、裏を見てお砂糖なんかで甘みを凝縮させてるタイプというのは湯通しはしません。ただしオイルがついている場合は絶対お湯で流しておきます。あとはしっかり水気を拭き取っておきます。ドライクランベリーとレーズンは水気をよく拭き取って小さく切っておきます。あとドライメロンも小さくしておきます。それではこちら温めた牛乳、これは米油になります。こちらね、温めた牛乳をこちらにね入れてしまいます。はい、これでね一旦よくかき混ぜます。これでオイルを温めておきますね。それからこの中に入れます。はい、ここでよく攪拌します。少しだけ温めてあげると混ざりも良くなります。はい、それでは薄力粉を入れてしまいます。こちらはふるってあります。薄力粉はダマになりやすいので、ここでねしっかり白い塊がないように気をつけて混ぜていきます。はい、このような感じで置いておきます。それでは次メレンゲいきます。こちら冷蔵庫で冷やした卵白ですね。今回はですねグラニュー糖を使っていきます。まずはコシを切りますね。コシが切れましたね。それではここから空気を入れていきます。はい、結構白っぽくなりましたね。これでね空気が結構入りました。それではですね、今回のメレンゲ、お砂糖 65g なんですけど、グラニュー糖を全て使ってメレンゲにしていきます。ここでですねもうすでに全部入れちゃいます。はい、構わず入れてしまいます。はい、じゃあ砂糖をねまんべんなく混ぜ込みますよ。低速です。これねちゃんと混ざりました。まだザラザラ言ってますけどね。それじゃあここで自分家のねハンドミキサー、一番強いやつ、これで形になるまで泡立てます。うちは4速中4速ね、だから。はい、形になりましたね。じゃあここで3速にして周りをねちょっと立てていきましょう。はい、周りも立ってちゃんと形になってますね。羽の跡が残ってます。そしたらですね2速にして全体的に羽を動かします。はい、かなり形になってます。でも緩いですよね。じゃあ1速でねキメを整えていきます。はい、こんな感じです。ツヤがあってちゃんと羽の跡が残ってて、周りもしっかりメレンゲになっている、こういうメレンゲを目指します。はい、それではこの下準備を施したものたちをですね一つにちょっとまとめていきます。かなり、小さくこのようにですね揃えて切ってますが、それぞれがくっついて、一つの塊になってしまうので、これにね薄力粉をまぶしておきます。こちらの薄力粉、レシピ内から小さじ2分の1を取り分けたものです。これを入れちゃいます。本当にね少しでいいので、これでねまんべんなく散らしておいてくださいね。それぞれがバラバラになりますので、薄くというのがポイントです。あまり大量には粉はいらないです。はい、ではこちらをですねこの卵黄生地に入れます。こんな感じなんですよね。
これにね入れてしまいます。はい、ここでねちゃんと卵黄生地の中に最初から入れ込んでしまいますので、この薄力粉はストッパーの役割を果たしますので、あまり下に沈みにくいという効果もありますね。ではこれメレンゲをね混ぜていきます。時間が経ってもろもろになったメレンゲはホイッパーで立て直して使うとまた滑らかになります。はい、一すくいね入れますね。はい、これを持ち上げて落とすような感じでメレンゲを入れ込みます。今回ね具が先に入ってますので、ふんわりした生地、これをね作っていきたいと思います。これもこうやってね入れ込みますよ。混ぜすぎないようにね。はい、こちらがですね最後のメレンゲになります。はい、ここはですね上だけで滑らかにしておきますね。持ち上げて持ち上げて、そこから持ち上げて、この生地、かなり重たいですね、60g かな。具が入ってますんでね、はい、それでは混ぜていきますよ。ゆっくりでいいのでね、あとは起こしてみていきます。しっかりメレンゲが混ざれば大丈夫です。今回ねちゃんと薄力粉を振ってありますので、このフィリングにですね、かなりそこに沈みにくいと思います。だけどこれ生地がねしっかりこれを支えて持ち上げるっていうのがポイントなので、なるべくメレンゲをね潰さないように混ぜます。はい、こんな感じね。どう？ツヤっとしてますね。そして形がちゃんと残ってる。こんな感じでお願いします。はい、型に流すときはですね、ゆっくりゆっくり入れていきますよ。そんでね、このぐらい入ったところでですね、クリームチーズ入れていきます。これちょっとね生地をお箸にちょいとつけて、こうやってつまんでね、そのなんていうの、自分が好きなところに。クリームチーズだけはですね一緒に入れてしまうとそこに沈んでしまうんですよね。最初には入れられないんですね。だからこういう風に後から入れていきます。こんな感じね。はい、それではですね、ここにまたね入れていきますよ。こういう風にね具を入れ込む時っていうのはね、そこに沈むとか、切った断面にその具がないとかね、いろいろありますからね。切った時の断面はもう仕方がないとしても、この沈むのをねなんとか綺麗に浮かばせて焼き上げたいというね。でここで少しだけね、入れた後の生地はもうここでかき混ぜておきますね、上の方でね。かなり強い生地を作ってますので、少しぐらいどんどんしてもね大丈夫だと思うので、皆さん頑張ってあのふんわりとした生地をね作っといてください。今回のメレンゲもまあなかなか強い方ではあるんですよね。いろんなやり方があって、ただいま私も勉強中ですけども、今回も結構作りやすい方じゃないかなと思いますね。メレンゲも切った時にやっぱり見えた方がいいから、考えて入れればねまあ大丈夫じゃないかな。はい、それじゃあ最後ねちょっとねかぶせてしまおうかな。ここでですねぐる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 やっときましょう。でもあまり下までこのお箸は入れないんですよね。このクリームチーズが入ってますので、あまりクリームチーズには触らないように。ではこの最後のクリームチーズをですね、少しこう見えるような感じで置いておきます。はい、このような感じ、生地の量はこんな感じ。
したらばですね、ここでこう撫でつけておきます。そしてここはですね、ご自由にいいんですけど、このまま焼いてもらってもいいんですけど、私はここからね、筋をつけるというのをこの頃やってます。何しろこれつけてあげると結構綺麗にね、そこから割れてくるんで、自分の好きな感じで、もうそこはよろしいと思いますがね、こんな感じでやっときます。これです。こんな感じですね。具が上の方にもあるし、最後に乗せたクリームチーズもしっかり見えているというね、このような感じで今回は焼いていきたいと思います。はい、だんだんと膨らんできました。クリームチーズなどがね、上に乗っかってるのでボコボコしてますね。はい、20分でこんな感じに膨らんできました。かなりね、中の具がありますので、ブワーンと上に膨らむというよりも、しっかり支えて上に持ってくる、そこに落とさない、そんな感じのシフォンケーキにしてます。はい、かなり膨らみましたが、ここから下がってきます。そろそろうちはね、焼き上がりなんですけど、一応オーブンの温度、時間も概要欄に載せておきますが、これはあくまで目安です。皆さんのオーブンでやってくださいね。はい、それじゃあね、今回はショックをしようと思います。はい、はい、これで焼き上がりです。はい、どうでしょうか。栗チーリドライフルーツシフォン、全体的にまんべんなく具が入ってます。今回のようにね、すっごく小さくドライフルーツをしてあげると、本当にまんべんなく入りやすいです。最初から具を入れてしまうので、作り方としてもとっても簡単ですね。そしてね、噛んだ瞬間にね、このドライフルーツの甘酸っぱさがね、一瞬で、ね、口の中に広がって、とっても美味しいです。今回のようにね、これらフィリングを最初から入れるやり方はね、本当に簡単にできますので、これふんわりした生地を作ってあげればね、あとはもう本当にこのクリームチーズをね、上から乗せていくだけ、とっても簡単です。はい、これね、別のカット面のやつですけど、こういう風にですね、ね、こちら側ももう底にもあるし、全部上にも、そしてクリームチーズはちょっと大きいので、後入れ後入れでやりましたけどね、こういう方法だととっても簡単ですよ、本当です。皆さんもお好きなドライフルーツでね、ぜひ作ってみてくださいね。そしてですね、ミミィのマイレシピのサブチャンネル、ミミィのサブチャンを作りました。こちらのサブチャンですね、メインチャンネルでは放送してない裏側などもやってますので、ぜひそちらもチャンネル登録してお楽しみください。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったら、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。